構成図外観の例シュミットカセグレン式望遠鏡は反射式と屈折式の両方を組み合わせたカセグレン式望遠鏡の一形式である。1940年に J.G. ベイカーがシュミットカメラと同等な性能を持つシャヤ平坦なカメラ群という論文をアメリカ哲学協会企業第82巻第3号とハーバード大学展問題別履集、 百199号に発表したのが最初である。1944年3月に E.H. リンフットがさらに詳細な研究を発表した。丸山シュミットカセグレン系は主教も副教も補正版の中心を中心とする球面鏡であり、駒修差、起点修差、歪曲修差が解無であるのが大きな特徴であるが、補正版のくぼみの最大値がシュミット式望遠鏡の 約5倍となるため、あまり明るくできず、色収差が大きくなるのが欠点である。その他、ベーカーの平面像、シュミットカセグレン系、リンフット系、コンパクトシュミットカセグレン系等がある。1973年にオーストラリア、サイディングスプリング天文台の SCB ガスコアンが、引き面板の三次収差の理論を、シュミットカセグレンに応用し、発明した。 焦点距離に対して全長を短くでき、主教と副教の一方は急面にできるため、制作しやすくかつ使いやすいため、現在市販されているシュミットカセグレン式望遠鏡は全てこの形式である。教頭は密閉されているため、島内気流が少なく、比較的広い視野にわたり周査を良好に補正できる。反射式と同様に、 共闘底部の凹面鏡で光を共闘先端部に集中させる。さらに共闘先端に設置した突面鏡で光をテーに折り返し、凹面鏡中央に開けた穴から接眼部へ光を導く。そして像を改良するために共闘先端にシュミット補正版というレンズをはめ込む。凹面鏡、突面鏡ともに球面で発生する周差は、 工事非球面のシュミット補正版で補正する。鏡が球面のため大量生産しやすく価格も安くなる。この方式は、応面鏡の背後に接眼部があるため、屈折式のように見る対象と覗く方向が一致する。また、内部で光が折り返すため鏡頭を短くでき、なおかつ応面鏡を使用しているため大光景のものが作りやすくなる。 ピント調節は、汚面鏡の背後のノブを回して、汚面鏡を前後させて行う。この時に、汚面鏡が移動することによって光軸が少しだけずれ、同時に、視界も少しだけ移動する。また、鏡頭の姿勢変化に伴って、微小に光軸が変化する。最初に量産化に成功したのは、アメリカ合衆国のセレストロンであり、有効計 20cm、28cm、 3 5トルを生産した。ボシュロムは1 0トルと2 0トルを、ミードは2 0トルと2 5トルを生産した。この他日本の日本特殊工学や高橋製作所、イタリアのマリオスパダなどが製造したことがある。ありがとうございます。